ちは、マスクに出演しております大沼美和子です。提案豆知識第7弾赤染めえもんということで、今日は赤染めえもんさんについてお話しさせていただきたいと思います。彼女は平安時代中期の女性文学者、主な作品は映画物語です。同時にですね、彼女は歌人としても高い評価を受けていまして、百人一首の中に彼女の句も収められています。さらにさらに彼女は良妻賢母の誉れも高く、夫を支え、そして息子にも深い愛情を注ぎます。息子が病に倒れた時に、私の命と引き換えに助けてくださいと祈願して、息子は見事に回復したというような逸話もあります。清少納言、紫式部、泉式部という、まあ、この非常に個性豊かな才能がある3人を取りまとめたマスクのストーリーの重要な柱になっています。歌あり、踊りあり、アクロバットあり、エアリアルティシューあり、コントーションあり、もうね、見に来て絶対損はないですから、見に来てねー。